ありがとうございます、メンバー紹介したいところなんですが、いかんせんこんなに人数が多いもんで日が暮れちゃうもんですから、せめて、スティーブシカゴの看板娘4人ね、紹介させてください。まず、オンキーボーオルガン、ミカさん、彼女はね、東京は上野の界隈をですね、夜な夜なですね、オルガンの弾き語りといいますか、流しをやっておりましてね、御徒町あたりでもし見かけたら、ミカちゃん1曲300円でどうって言ってってください、ミカちゃん、持ち曲は300曲近くあるらしいですから、すごいですよ、頑張ります。じゃあ前方から参りましょうか、サックスフォンのマリちゃんです。このマリちゃん、チームシカゴで実は3回か4回こんなイベント、こういった形のイベントの時だけやるバンドなんですが、今回ね初めてマリちゃんには参加してもらいましたね。マリちゃん参加してから、このチームシカゴにおけるねアイドルの地位をね、もう不動のものとした、かわいらしいマリちゃんであります。今回こういったねバンドでの演奏は初めてだということで、まあ、かなり緊張していることだと思いますが、どうかねそのマリちゃんね、ファンクラブ今募集しておりますんでね、よろしくお願いいたします、応援してやってください、マリちゃんです。じゃあ後方におります、彼女、リネちゃん、リネちゃん、彼女は非常に面白い方です。喋っても面白いんですが、挙動を見てるだけで本当楽しくなってしまう、そういうね本当に愉快な方ですね。先ほどもちょっとソロとかやってましたが、非常にパワフルにスケールの大きい動きをね、もう本当にスケールの大きさを本当に感じるという、もうリネちゃんでございます。どうか拍手を。看板娘最後の一人、ひろこちゃん、ひろこちゃん、もうこの貫禄がね、もう娘というよりおかみさんという感じなんですけど、実際ね彼女は本当にチームシカゴ、いろんな影の総裁ということでね、実はいろんなところ本当仕切ってくれてまして、マネージメント的なことだとか連絡とか、そういう細かいこと本当に一生懸命やってくれて、本当ひろこさんなしではこのチームシカゴも成り立たないっていう、本当にそうって言えるぐらいのね、本当に裏方で本当に一生懸命やってくれた方なんです。で、いつもは本当に裏方ということでね、手伝ってくれてたんですが、今回初めてこうやってステージに出まして、いや本当メンバーとしても本当にこういう同じ舞台で楽しめるってことでね、今日本当に楽しみにしてたんですが、そんなひろこさんのねデビューライブですんで、どうか温かく皆さん見守ってやってください。よろしくお願いします。ひろこちゃん、そんな今回で紹介終わったところで、あと2曲、猛獣使いのひろこです。親父キラー。